有限会社テクノ観光バスは、福岡県宮赤市宮田1454番地産、に本社を置いていた貸切バス、路線バス事業者である。2003年7月設立。社団法人日本バス協会の会員にはなっていない。2010年2月26日に、破産手続き開始決定を受けた。2005年4月1日より、当時の宮田町から補助を受け、宮田町北部の倉久 筑前山崎、中牧地区を経由して、宮田役場と若宮町中心部の福丸を結ぶ、宮田町乗り合いバスの運行を開始し、路線バスに参入した。この路線は2004年3月31日まで、JR 九州バスの大型線の支線として運行していたもので、JR 九州バス撤退翌日の2004年4月1日から、代替として、 西鉄バス地区法が宮田町から補助を受け、宮田側の発着地を宮田町駅から宮田役場に変更した上で運行していた。2005年4月1日からは運行事業者がテクの観光バスに代わり、2006年2月11日からは市町村合併により運行主体が宮明市となった。2006年4月1日、 前日限りで JR 九州バスが撤退した宮田町駅と倉手駅を結ぶ路線の運行を開始し、運行路線は2路線となった。2010年3月31日限りで2路線とも撤退した。宮田町倉手駅線の車両スーパーハイデッカーを含む大型、中型、小型、マイクロバスを保有していた。設立初期に導入された車両は青色地に、 赤帯の車体塗装であるが、2005年頃から新規導入された車両は薄紫色地に紫色の波形模様を入れた車体塗装である。東京福岡間などに運行されるロイヤルホリデーのツアーバスの運行に参入していた。ありがとうございます。